いでしょ。まあね、このままでもうまいんですよ。キラは。はい。風です。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。やばいですね。ちょっとね、酔っ払っちゃってた。この動画ね、まあ、こっちの都合であれなんですけど、3本目なんですよ。はい、3本目なんですよ。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。最近ね、もう本当にもう、この動画もフリーダムでやりたいなと思って、テレビに出ると、コンプラがうるさいので、お酒飲んじゃいけないとかいっぱいあるから、もうね、この、僕の YouTube チャンネルはもう、好きにやらせてくれ！ということで今日はですね、この時期にすごく嬉しい鍋を作っていきたいと思うんですけども、この鍋ね、一回も作ったことないです。これから料理研究も兼ねて YouTube を撮るっていうですね、ものすごい無謀な作戦を取っております。はい。これ絶対うまいと思うんで、皆さんにやってもらいたいんですけども、無水キムチ鍋。これがですね、今日初めて作るので、美味しいかどうかは全然わかんないです。さっきも言いましたけど、僕の YouTube はもう好きにやらせてください。はい。美味しくなるようにやっていきたいと思います。はい。まずですね、やっぱね、もやしを使いたかったんで、もやし安いじゃないですか。もやし安いから、もう入れちゃう。200g のパックです。キムチです。ろれつが回ってないね。全部入れちゃうか。もう入れちゃう。全部。キムチ 200g です。豚バラ大体 200g なんですけども、長いので、適当な感じでちぎって、はい。適当な感じでね、こうやって、僕はですよ。僕はちぎっちゃいます。はい。もうね、包丁使いたくないんでね。はい、こんな感じでね。もりもり、もりもりでいきましょう。ここに調味料を入れていきます。お酒はね、大さじ5です。はい、白だしもね、大さじ1入れちゃいますね、これね。はい、大さじ1。はい、下準備はできた感じですね。はい、ニンニクね、2かけこいつを芯をね、取ってキュッと取っていきましょう。皆さんは酔っ払ってる時に包丁使っちゃいけませんよ。切っちゃうからね、指ね。はい、スライスしていきますね、これね。スライスしていきます。はい、これからニンニクをごま油で炒めていくんですけども、土鍋でやるとね、土鍋がね、割れちゃうんですよ。油を、土鍋で油を炒めると。なぜかというと、炒めるようにできてないからね、土鍋はね。ごま油を入れていきます。はい、大さじ1、2に入れていきます。はい、でちょっとね、炒め具合は、そうですね、芝犬色ですね。炒めすぎちゃうと、ニンニクの炒めた香りが強すぎなっちゃうので、こうなったらね、はい、こんな感じでね、油かけちゃうんですよ。こうやって、はい、こうなったらですね、蓋をして、はい、蓋をね、ギュッとしてね、弱火で20分やっていきます。はい、それでですね、こちらが20分、弱火で、グツグツに煮立たせたやつです。おっ、まあいいでしょ。まあね、このままでもうまいんですけど、この上にニラね、ニラあ、ごまですよね。はい、こんな感じにしていただいて、はい、さっと火を通す、数分ですね。無水キムチ鍋の風です。はい、それではですね、食べていきたいと思います。これね、初めて作ったんですよ。果たしてうまいのかなっていうところですね。多分なんですけど、多分ね、味はね、ちょっとね、薄めだと思うんですよね。塩とか入れてないから。はい、スープがすっごいとろとろですね、これね。スープがね、かなりとろみがついてて、これキムチのあれで成分ですからね。で、水を入れてないので、かなりお酒とキムチの旨味がかなり出てると思います。はい、おい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 、うまっ、めっちゃうまっ。お野菜が結構ね、入ってるんですけど、お野菜の水分がね、かなり出てますね、これね。うまみがすっごいですよ、半端ないですよね。塩がね、一振りすると、ひとつまみすると、味がね、激変すると思うんですよ。もうね、料理研究家、本当に異常なんですよ、これ。
キムチ鍋みんなこれで作ったらいいんじゃないのっていうぐらいね、いいですね。ちょっとね、後振りの塩がね、かなり僕気に入りましたね。すごく、あの、鍋の味締めてくれるのね。僕は最初に炒めたニンニク油がすごく、香りが立ってて、あの、本当になんか専門店の鍋みたいな味しますね、これね。すごくね、高級感がありますね。すごくなんかね、外で食べてる、あの、外ですっごいうまい鍋を食べたいなって思った時にこれかなっていう風なのすごく思いましたね。これそうこう、あ、いいね、すごく美味しそうだよ、すごく美味しそう。あ、これはい、本当に塩分控えめで、召し上がりたい方はあの塩振らないでもいいんですけど、塩ね、ちょっとね振ってすっごい美味しい。いや、これね、ほんとうまいですよ。まさかこんなにうまくいくとはね、知る由もなかったですよね。もやしのジャクジャク感、あと日本のキムチを使ったので、今回はあの少し甘めになってますけども、それもまたいいですね。使うキムチによってもね、味がね、また変化して、すごくね、面白いレシピになってるんじゃないかなっていうふうに思う。あのね、もうほんとすみません、ちょっとカメラ忘れて、俺初めての料理はすっごい食うんですよ。いつもね、3口しか食わないですけど、これほんとうまいわ。あの、締めもやるから、締めもやるから。はい、それではですね、あっという間で僕とカメラマンで食べちゃいました。ちょっと締めやりたいので、これ炊いたお米なんですけども、雑炊するときは意外とね、これ知らない人いるんですけど、洗ってください。米を炊いた米を洗い流してる。そうすることによってでんぷんがなくなって、サラサラのね、雑炊がね、楽しめますんでね。入れたら、ちょっとね、マジしますね。ただね、キムチの出汁がすごく入ってるので、クッパ系の雑炊になると思います。はい、溶いた卵を、流し入れて、うまそうだな、おい、うまそう、うまそう。はい、火をね、ちょっとね、落としちゃって、こうやってね、蓋をして、卵に火を入れていますよ。はい、ということでですね、いい感じに仕上がりましたので、じゃあご会長といきましょう。どうでしょうか、さあ、サイ&コーですね、これね。ネギをね、ちょんちょんチラチラと、乗せまして、いりごまをちょっと、散らして、あーうまそう、これうまそう。はい、ということでですね、締めの雑炊が上がりましたんで食べていきたいと思います。ほー、これは、香りがやべえ。卵で閉じた雑炊、あ、ちょっとね、塩で調味した方がいいですね、これね。はい、僕はちょっとね、一振りしていただきたいと思います。卵もね、ご飯も入っちゃってるからね。いただきます。うまっ。あ、もう絶対これ雑炊がいいわ、これ。ほんとうまい。鍋のスープがね、うまみ凝縮してて、よかったなって思え、ありがとう。これね、雑炊がすごく合いますね、これね。スープ自体はね、結構ね、甘いキムチを使ったね、甘めの味付けになっております。はい、でもですね、このね、もう無水シリーズのいいところって、もう旨味が本当に凝縮したスープができることなんですよ。この締めはね、かなり上位ランクですよ、これね。鍋の締めとしてはこういう感じでクッパ風雑炊にして、ぜひね、召し上がっていただきたいなっていうか、 YouTube で生きていきます。はい、ということで、皆さん、さよなら。この動画がですね、美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていうふうにですね、もう1ミリでも思っていただいた、ぜひチャンネル登録および高評価および高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。